エモの一例エモファッションとは、西欧北米を中心に、10代を中心に流行っている、ファッションの一つである、ビジュアル系同様、バイセクシャル、ホモセクシャルも大切なコンセプトの一つであり、少年同士がキスをしたり抱き合ったりする写真を撮る等、同性愛的な行為。しかし、ほとんどはファッションに合わせた演技、遊びに過ぎず、自ら両性愛を名乗る、少年少女たちのほとんど全員がそういったポーズを、 取っているだけである。2000年以降のエモ、スクリーもゴシックパンク等のバンドやファンにこの思考が多い。しかしすべてのエモバンドが必ずしもそのような格好をしているわけではなく、そのような格好をしているものが必ずしもエモ、スクリーもゴシックパンクのファンであるとは限らない。最も重要な要素は髪型で、微妙に違うスタイルがいくつもあるが。 基本的には、少年が前髪を長く伸ばし顔半分隠すものが主流。女子も長い前髪を斜めに分けるものが多い。どちらも黒髪がほとんどだが中には、黒髪の上に金や赤のメッシュを入れるものもある。男子の場合、後ろの髪は短く切りワックスなどでスパイキーにするものが多い。 また顔を全体的に前髪で覆うことが多いので、本人の顔がわかり難いことがあり、そこから皆同じに見えるとも言われる。服装に関しては、サイズの小さい黒いタイトな T シャツに、タイトなジーンズ、そしてコンバースかバンズのスリッポンを履いていることが多い。最近では自分の一番好きなメタルやスクリームバンドの T シャツを着る人が多い。 ズボンも細めのものが多いため、このファッションをあまり理解しない人からは、ゲイのファッションなどといった誤解や偏見を呼んでいる。また、パーカーも人気でフードを被って着用することが多い。顔面にスネークバイツなどのピアス、特に唇や顎など口の周りが人気である。左右両端の唇に一個ずつするものが多い。また花や花の穴の下などもよくある。 ピアスに限らず身体改造を好むため、タトゥーも必須アイテムとなっている。男女関わらず化粧をすることが多く、男子でも軽い化粧などがよく見られる。ファッション的に、ゴシックファッション、グランジファッション、スケーターファッションの影響を受けている。また多くの点で、日本のビジュアル系と似ている。アメリカの西海岸やイギリス、ヨーロッパ全土、また、ケベック州では、ある一種のメインストリームになっている。 ありがとうございます。